皆さんこんにちは、ケスタチオの加藤です。今日はナチュラルスティッキング、まあこの手順ですね、ナチュラルスティッキングをこのドラムセットに組み込んでちょっと変わったフレーズっていうのをね作ってみようと思います。まずですね、そのフレーズ、どんなフレーズかと言いますと、こんなフレーズです。こうこんなフレーズがあったとします。そしたら右手がねずっとこうハイハットにいて、左手はずっとスネアにいて、まああとキックですね。この3つで3点でこう演奏してたんですけれども、これをナチュラルスティッキングの手順を当てはめて、こう右左がこう移動してみようと思います。まあ今みたいなタッタカタッタカタッタカっていうリズムはナチュラルスティッキングだと右左になります。こうタッタカ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 、こうなります。であとタタ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 と、こういったリズムの方は右左右になります。タカタタカタタカタタタ、これをこのハイハットとスネアをもうこの位置を無視してナチュラルスティッキングの手順っていう風にね、もう強引に当てはめていくと、ツッ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 、こんな感じです。ツッ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 、こういう移動の順番になります。はい。でこれ移動の順番になりますって今言ったんですけれども、僕はあんまし移動するって感覚でやってないんですね。さっきのビートを覚えてしまって、でそのビートをナチュラルスティッキングで叩いたら自然と手が移動してる感じになります。はい。ですのでまあ見た目ほど実は難しくもなんともないです。ただしあのこれ何なのかっていうと、ただ単に見た目移動してて面白いっていうだけのビートになります。はい。まあその場でねこういう風にこうって叩くのと移動する、そんなにねこう響きも変わらないので、もう本当に見ててなんか右左がやたらと移動してて見た目が面白いなっていうだけのビートなんですけれども、まあ見た目が面白いってでもドラマーとしては結構大事かなと思った時期があって、まあこういうのはねあのいっぱい練習した時期が僕ありました。他にも例えばタンタ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 、こういうリズムがあったら右左右左右左ってなります。こんな感じです。この辺を組み合わせてさらに隙間に足を入れたりなんかするとこんな形になります。こんな形になります。さっきのとつなげると、はい、まあこんな形でなんかやたらと右左が移動してて、まあ、見てるお客さんが楽しむっていうビートの作り方ですね。そんな形になります。はい。今僕がやったパターン以外にもいろんなねビートでこのナチュラルスティッキングを利用してこの手のね行き来を楽しむっていうことができると思いますのでね、皆さんぜひねいろんなビートにこのナチュラルスティッキングを当てはめてね一度考えてみてはいかがでしょうか。はい。ちなみに僕が叩いた今のビートなんですけども、ちょっと変わってると言いますか、独特なねビートですので、こうシンプルな8ビートとかと比べると曲の中で使う場面っていうのはそんなにないかもしれないんですけども、それでもちょっと見た目が面白いので、僕は結構ライブでねツアーを回ってた時なんかにねこう毎日のように叩いてた時期もありました。はい。皆さんもねぜひこちらのビート一度ね練習して習得してみてはいかがでしょうか。本日も最後までご視聴ありがとうございました。